はい、皆さんこんにちは、太田優衣です。さあ、今日この動画を撮っている本日は10月28日、ジブリのグッズ専門店どんぐり共和国でラピュタのコレクションが発売される日です。はい、ジブリの専門店どんぐり共和国ではだいたい毎月新しい商品が発売になるんですけど、今月の10月が、なんとラピュタということで、ラピュタにまつわる新商品が結構な品数、ラインナップが増えました。でこれ発売前からもうかなりツイッターとかもうジブリ好き界隈では盛り上がっていて、もう今日買いに行った時もかなりの行列だったんですけれども、私はじゃーん、はい、狙っていた子たちをお迎えしてこれましたので、今日はこのラピュタの新コレクションの購入品紹介をしたいと思います。それでは天空の城ラピュタ新コレクション行ってみよう。はい、ちょっとまずね、商品はもちろんなんですけど、ちょっと私今日なんでこんなわざわざ初日に参戦したかっていうと、まあ、もちろんね、売り切れるとまずいなっていうのもあったんですけど、なんと今回は7000以上買った時にもらえるノベルティっていうのがあるんですけど、それがもうめちゃくちゃレアだったので、ちょっと私は当日に行ってきました。ちょっとまずは今回のそのもらってきたノベルティを紹介したいと思います。今回の激アツすぎる購入者特典、こちらでーす。じゃーん、はーはい、そうなんです。こちらが非売品、あとパズーの家に貼ってあったのラピュタ城の写真ですね。あれをそっくりそのままプリントしたハンカチになっております。これパズーのお父さんが撮ったっていうね、ストーリーなんですけど、もちろんねパズーがこの写真を見てもういつかラピュタを見てみたいっていうね思いをたぎらせた、もうこのもう怨念深いと言いますか、怨念じゃないか、なんて言ったらいいんだろうこのラピュタ、パズーの夢の結晶と言いますか、この父母の絆を描いたような写真なわけですよ。その劇中の写真にそっくりなこのハンカチになっていて、生地でいうと綿 100% のかなり柔らかい生地なんですけど、そんなねこの写真ハンカチになっております。これがさ普通についてくるってヤバくないですか。こんな素敵なのがね今回ノベルティでもらえるんです。でね、オンラインショップの空の上店でももらえるんですけど、もう当日今日初日でもうサーバーがダウンするぐらいちょっとかなり殺到しているみたいなので、店舗の方だとほんと先着順で売り切れるまでこれもらえますので、ちょっとこれ欲しいよっていう方は今回のコレクションちょっとぜひこの動画見たら早めに買いに行っていただいた方がいいのかなと思います。はい、というわけでまずは今回のノベルティですね、こちらラピュタ城の写真ハンカチでした。かわいい。では商品コレクション一品目はこちらでーす。じゃーん、はい、こちらはですね天空の城ラピュタパズーとシータのパンポーチでございます。はい、皆さんおなじみのこちらラピュタパンをイメージしたポーチになっております。すごいよねこれね。でもジブリグッズお好きな方はめちゃめちゃ既視感あると思うんですけど、これ何年か前にパンポーチっていうのは一回出ていて、実はその時はこの上に乗っている目玉焼きが丸々1個だったんですね。もうボンってこう1枚乗っている、もうほんとこれぐらいの大きさのポーチが実は前出てて、それのリメイク版になります。後ろ側にもはいこんな感じで刺繍されているんですけど、このラピュタパンって目玉焼きを半分こしているのが象徴的なんですよね。もうパズーはもちろんね一人で生きている男の子なので、もちろんその裕福な家でもない、そんな中でシータに何か食べさせてあげようっていうのを準備したのがこの目玉焼きを半分こしたラピュタパンなわけです。だから結構この目玉焼きが半分っていうのはかなり重要なこの生活描写というか、まあ、すごく重要なんですね。だからこそどんぐり共和国さんもこのように目玉焼きをわざわざ半分にしてこの度リニューアルをされまして、こんなもう本当にそっくりなパンポーチが出ました。私はねでもこのビジュアルで結構好きなポイントは、まあ、もちろんこの目玉焼きが半分っていうのもねすごい私的には嬉しいんですけど、私このさ見
見てこの卵の縁、これが私的にはもう激アツですね。嬉しいです。ここがなんか私たまにねジブリのこの絵を水彩画で真似したりとかするから結構こう 色をよく見たりするんだけど、やっぱねほんとここがねかなりくっきり茶色が入れられていて、ねすごくカリッとして美味しそうなんですよ。なんかそれがこのポーチでもこの忠実にね再現されてるのがね、私はもうすごい素敵だなと思って、なんかこう作品への愛を感じる一品ですね。で中開けるとはいこんな感じで、まあ、ちょっと動画だとかなりオレンジっぽく見えると思うんですけど、まあなんて言うんでしょうね、ちょっとこうパンらしいというかパンの耳っぽいような色になっていて、はいタグもこのラピュタの紋章になっていたりとか、 iPhone14 がんーあ横なら入りますね。多分なんかメイクポーチとしても全然使えそうですね。なんかもう美味しそうだし可愛いし、もう完璧なもうこんなパンポーチがリニューアルされました。はい、というわけで一品目ラピュタパンのポーチでした。はい、次続いてはこちらです。じゃーん、こちらはですね天空の城ラピュタバンダナドーラファミリーでございます。はい、こちらも見覚えのある方もちょっといらっしゃるかもしれませんが、今回のねコレクションの、まあ、新作ではないんですけど、ラピュタグッズの中でかなり人気なこのドーラのねドーラ一家のハンカチが改めて販売されていましたので、こちらも買ってきました。これ何年前だったかな、2年とか3年前ぐらいかなに出て、結構ねすごい人気になりまして、私もね当時1枚買ったんですけど、なんかね私の家にね家族が泊まりに来た時にちょっと欲しいって持って帰られちゃったので、ちょっと改めてもう1枚買いました。これはねモンテッドって書いてるので懸賞金のやつ、デッドアライブって言って、まあ生け捕りか殺してもいいよみたいな感じの逮捕してくださいねみたいなやつですね、が、まあ、このハンカチになっていて、すごくなんかラピュタらしいというかね、なんかちょっとこう西部劇っぽいようなデザインになったこんなバンダナになっています。ちなみにドーラ一家の懸賞金はですね50ゴールドピースズリワードって書いてるので、まあ、多分金貨50枚舞台イギリスって言われて19世紀のイギリスって言われてるんですけど、金貨1枚で大体約15万円くらいだそうなので、まあ、それで言うと15万円 ×50 だから7500万円75万円か、いや違う750万円、ん？やだ怖い怖い15万円の50だからやっぱ750万円だよね。だいたい約750万円くらいの懸賞金がかかってるのがこのドーラ一家みたいですね。では結構空賊としてはかなりやり手なんじゃないかな、まあ、そんなねドーラ一家のこのなんか感じも分かるような、まあ、こんな可愛らしいバンダナもあります。ちょっとこれは今回のコレクションの新作ではないんですけど改めて買ってきたので一応ご紹介しました。はい、というわけで2品目こちらがラピュタのバンダナでした。はい、次次がね一番人気かも、もしかしたら。続いてはこちらでーす。じゃーん、はい、こちらも注目株です。天空の城ラピュタフラップターがいっぱいコレクションでございます。これはねジブリグッズでおなじみのポーズがいっぱいコレクションあったと思います。それのこちらフラップターバージョンが出ました。かわいいこれがねめちゃめちゃ人気だったんですけど、まずポーズがいっぱいコレクションっていうのが、これがね一番最近出た、はい、トトロのポーズがいっぱいコレクションで、こちらはメイちゃんのポーズがいっぱいコレクション、でこういう名シーンとかすごく可愛らしいユニークなポーズを撮っているのをこのフィギュアにしたのがポーズがいっぱいコレクションっていうシリーズなんですけど、今回はそれのラピュタバージョンとしてこちら、はい、フラップターに特化した
ポーズがいっぱいコレクションが出ました。でこちらが全5種類になっていてランダムになっています。なので5種類全部集めたい方はボックス買いができるようになっているんですけど、ちょっと私は今回いろんな商品をいろいろ欲しいということで、はい、2つ買ってきましたので、こちら今から開封してみたいと思います。1種類がシークレットになっているので、まあ、もしシークレット出た場合は一応注意喚起するようにしますので、安心してください。オープン。お尻が2つ見えるということは2人乗りだ。じゃん。わあ、シャルルだ。いいよ。あ、できた。すごい高級感なんですけど。じゃーん。完成するとこうなるみたいですね。すごーい。うわ、かなり重量のあるフィギュアになりました。すごい、かっこいい。このフラプターにはこのシャルルとルイですね、この2人の兄弟が乗っていて、この躍動感もすごいし、なんといってもこのフラプターの羽が自由に動かせるんですよ。すごーい。こうやってね、飛ばすこともできるし、でしかもこのここ自体もこのボールジョイントだから、こんな感じで動かせて、自分好みの角度でこうやって止めて飾れると。素敵ー、これいいですね。でこれがまず1個目でしょう。ドーラだ。ドーラがいる。あー、嬉しい。ドーラうわ、こちらも躍動感がすごいですね。もうまさに本当教室に向かう時の緊張感がわかるようなこういいやつになっております。すごーい。まだね、私もシークレットが何か本当に知らないから、ちょっとまたね、どんぐり共和国行った時にちょっと買ってみたいと思います。はい、というわけでスーパークオリティなこんなフラプターのフィギュア、こちらが3品目でございました。はい、次、続いてが、最後の商品になります。最後にして超目玉商品をご紹介します。続いてはこちらです。じゃーん。はい、こちらはですね、天空の城ラピュタパズーのカバンでございます。はい、そうなんです。パズーが持っているあの魔法のカバン、あれが商品化されました。イエーイ。はい、ちょっとじゃあまずディティールをねご紹介しますと、この柔らかさ、結構その劇中でパズーのカバンを見ると結構こう柔らかい生地に見えるということで、どんぐり共和国さんはこのかなりこうくしゃっとねなりそうなぐらい柔らかい生地感のカバンに仕上げられたそうです。でここのね、この部分がちょっとこうレザーになっているんですけど、こうフェイクレザーみたいな感じですかね、になっていて、キャッスルインザスカイっていうのと、このパズーが朝吹いているこのあれですね、トランペットのこの印字が入っております。でここにはこのボタンがついていると思うんですけど、あ、じゃあこれボタンで開けるのかなと思いきや、はい、じゃん。なんとマグネットになっておりまして、この開け閉めがめちゃめちゃ楽。実はなんちゃってボタンで、マグネット式のカバンになっています。でさあ、もう私的にはもう本当に嬉しいのが、なんとチャック式なんですよ。こういうカバンで多いのが、まあね、こうやってこうマグネットで開けるともう直接物を入れるっていうのがすごい多いと思うんですけど、こういうカバンってなんかこう後ろ側につけたい、私はこういう感じで私は持ちたいわけですよ、後ろに、この前じゃなくて。でも後ろがこのマグネットでこうパカッて開いてここから取り出せるんだと、まあ楽なんですけど、その電車の時とかすごい心配になるわけ、私は。だからもうこのマグネットで開けて、かつこのチャック式っていうのがもうこのビビリ太田にとってはめちゃめちゃ嬉しい。
でこのねチャックもまたね可愛くて、こちらこのパズーがよく使っている工具ですね、これがチャックについております。しかも開けたところには、はい、またまたこういう刺繍が入っていて、もうこういうパズー尽くしのカバンになっております。ここにね英語が書かれていると思うんですけど、パズーのカバンは魔法のカバンみたいねみたいなセリフがあったと思うんですけど、それが、まあ、こういうね刺繍になっております。しかもさ、ほらこっち側にもここにね刺繍でパズーって入っていたりとか、もうこれはもう細部へのこだわりがたまらん。で私さ、これ最初どんぐり共和国さんがインスタにね上げられた時に、うわめっちゃ可愛いけどめっちゃ高そうって思ったの。1万8000円とか2万円するのかな、やばいな、お金貯めなきゃなと思ってたんですけど、こんなにこだわりが詰まってて、なんと5500円。まあ、いい値段なんだけど、そのなんていうの、思ってた以上にお買い得だなと私は感じまして、だってこんなにさこだわって作られてて、パズーのカバン5000円で買えるんだと思って、ちょっと金額的にも私はかなり革命的だと思ったので、もうこれは人気なんじゃないかなと思いました。やっぱね買ってる人多かったしね。今日はちょっとこうパズーっぽいコーデにしてみたので、つけると、まあ、こういう、はぁ、あ我ながら可愛いよすごいなんか一気にパズー味が増しますね。うわー、これでジブリパーク行きたい、可愛すぎる。容量的にも申し分なくて、折りたたみ傘も入るし、ペットボトルもね丸々1本入れれるし、かなりの大容量になっております。ちょっとこれがね本当売り切れる可能性が結構高いので、ちょっと気になるよっていう方は早めにチェックしてみてください。はい、というわけでこちらラスト目玉商品パズーのバッグでございました。はい、というわけで以上天空の城ラピュタの新コレクションでした。いかがだったでしょうか。さっき言ったねノベルティも店舗によってはまだあると思いますので、ぜひ気になったよとかいいなと思ってくださった方はぜひ店舗に行ってみてください。そして高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。私はもうこの子たちと一緒にジブリパークとか楽しんでいけたらなと思います。それではまた次回の動画で元気にお会いしましょう。それではまたねー。